小出秀家は、安土桃山時代の武将。後に、江戸幕府旗本、陶器藩秀家流少子家子想。小出秀政の次男。母、栄松院は、大万所の妹で、豊臣秀吉の重邸にあたる。吉政は同母兄、伊母帝に、小出三政などがいる。兄同様、幼少の頃より秀吉に、馬回りとして仕える。天正十九年頃、 泉国大鳥軍に、治行宣告を与えられた。文禄元年、文禄、慶長の役では、三の丸五番手、大馬回り組に、名があり、名古屋城に滞在した。文禄年間に、十五位した、東東海守に除任された。慶長五年、徳川家康が、上杉影勝討伐に向かった際、父の名城として、兵三百を率いて、これに加わった。途中、 小山にて、石田三成が大阪で挙兵して、父や兄が三成率いる西軍に加勢したことを知るが、家康にそのまま従って、東軍として関ヶ原の戦いに参加した。さらに帰還して、父の岸和田城を接収したところ、西軍の長宗壁森地下の平戦200層余りが、同国石津浦に上陸したので、これを撃退した。家康は、秀の功を高く評価し、 河内国西北軍戦国を加増させて、合計二戦国の治業とするとともに、西軍についた父や兄の所領安堵を許した。慶長八年、秀家は大阪にて37歳で病死した。法名は良春。家康はその死を惜しんで海役にはせず、弟三政が養子となって、家督を相続するのを許した。その翌年に、秀政が死去すると、 家康は吉政に命じて一万国を咲かせ、秀家の後継である三政に分けるように命じ、陶器藩として立藩させた。ありがとうございます。